はい、こんにちは。こんにちは。あのゆりチャンネルのゆりです。はい、あのですね、渋谷で声をかけていただきまして、今ちょっとびっくりして、はい、うん、これなんていうのかな、これ緊急で動画回してます。緊急で本当に、まあ、スクランブル交差点、はい、うん、で名前何ですか。木下ゆうまです。木下ゆうまくん、はい、シンガーソングライター、はい、今喋りかけてくれて写真撮ったとこ、はい、たまたま見かけて、あのカラオケ好きですか。カラオケ好きっすね。あのシンガーソングライター、歌じゃ上手です。自信を持って歌っています。じゃあ、せっかくなので、はい、あの僕の企画でよくカラオケ戦ってるんですけど、はい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 、よかったら戦いませんか。確かに戦いません。ちょっと信号化じゃ、とりあえず渡っちゃいましょう、はい、ゆりチャンネル。まあね、シンガーソングライターということで、うん、歌も聴きたいですので、バトルもしたいですね。だからカラオケに連れて行こうかと。確かに。年齢おいくつですか。僕25です。じゃあ大丈夫です、行きましょう。でも全然堂々と進みじゃん。いや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 、俺が一番出っ張ってるよ。なんなら強そう、うん、結構緊張は全然してない感じ。めっちゃ知ってますよ今。でも急遽だもんね、だって声かけられたの5分前。いや、多分3分っすね。まず3分っす。でもなんか堂々としてるように見える。いや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 、本当に緊張してる。めちゃめちゃしてますよ。見れないっすね。路上もやってらっしゃる。あ、そうっすね、僕も新宿でよくやってる。後輩じゃん。なるほど、後輩じゃん。直属の後輩じゃん。直属。一瞬雲の切れ間見えた夕焼け。正直、まあ本当に失礼な話ですけど、まあ正直知らないから、うん、本当に歌が聴きたいので、はい、一度戦う前に1曲だけ自分の自信のある曲を歌ってもらってもいいですか。わかりました。フルで使わないと思いますけど、はい、ゆりチャンネル。何でもいいんだよ、好きな曲。何でもいいんですか、本当に。もちろん何でもいいよ。誰が好き。うわ、ちょっとじゃあ、おい、ゆりって言え。うわ、もうやばい。嘘だよ。叩かれる。嘘だよ、冗談だから。そんな反応されたら、とか言ってほしかったけど、まあ、そうだよね、5分前に会ったばっかだもん、はい、ちょっとまだ整理できてない。待ち合わせとか大丈夫なんですか。あ、大丈夫です。ちなみに何の予定だったの。この後ライブを見に行く予定で。じゃあライブすることになったんですか。確かに。誰のライブだったの。大橋ちっぽけさんのライブが大行った方がいいよ、それ。いや、まだ大丈夫なの。まだ大丈夫。じゃあ、サクッと自分バトルしようぜ。オーケーっす。ちょっとめちゃくちゃ親指震えてるじゃん。いや、ね、3分前っすよ、だって顔は全然ね。いや、マジこうなりますって。いきますよ、じゃあ、はいはい、行こうぜ、はい、行きたい、ゆうまくん。はい、で、僕は竹内まりやさんの元気を出して、はい。いや、初めましてでいきなりこんな歌を歌わせて本当に申し訳ないですけど、まあ、本当に聞きたいです。お願いします。最低な決勝です。続けることはとても簡単。
チャンネル。マジモンじゃん。なんかこれさ、やらせみたいに、やらせみたいになっちゃうこれじゃん。いやいやいや、神回みたいな。めっちゃ緊張しますってほんまに。なんか普通これ負けて終わりじゃん俺が。カスオレンジを飲み干して、めちゃくちゃ強いから、はい、まあ、でもやっぱりこう向こうが好きな曲で行きたいってことで、うん、そうだよね、ユリの着る方々もしょうがないでしょ。普通でいいんですか。好きなバンド言ってもらっていいですか。マッカロニ鉛筆さん。おお。友達と待ち。ユリチャンネル。え、じゃあマカロニ鉛筆さん何の曲に行く。恋人ごっこでもいいですか。あー、いいよ。いいですか。じゃあ行くよ。はい、わかりました。もう一度だけを願いもよ、そういう運命をしよう。愛を伝えそびれた、でも確かに恋をしていた、恋をしていた。缶コーヒーで乾杯、シーツは閉まってどうにもならない二人だ。言う通りにするから、恋人ごっこでいいから、今だけ笑っていてほしい。余計な荷物に気づくのは、歩き疲れた坂道だ。忘れたいのはいつからで、忘れたいのはいつまでだ。でもう一度だけ、贅沢っすね、ありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ。すげえ。余計な荷物に
忘れていいのはいつかなんて忘れたいのはいつまでだね。もう一度だけを何回もやろう、そういう91.889 だったかな。91.889。だからこういうこと。ゆうりチャンネル。こういうことよ。いや本気でやってほしいけど、やっぱ神回ですね。ゆうり負けなきゃダメだ。確かに。でもさ、音程バチバチだったし、ゆうまくんの声が。めちゃくちゃかっこよくなかった。ありがとうございます。すげえよかった。え、ありがとうございます。え、どこで。つうか、マジで初めましてだね。え、会ったことないよ。あ、ないです、ないです。あ、ないよ。4ヶ月前ぐらいにはずっと大阪で活動してて、上京してきたばっかで。あ、そうなんだ。じゃあ今も路上やってんだ。やってます。あの、いつか見に行きます。ありがとうございます。本当にすごく素敵だったら、あの、概要欄に貼っときますので。うわ、もうぜひ皆さん、またお願いします。どこかで、はい、一緒に遊んでください。もう追いつくんで。絶対に追いつくんで。その時は一緒のステージ一緒に歌おうね。一緒に歌おうね。本当に今日は楽しかったです。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドはお忘れなく。ゆうまくんよろしく。バイバイ。ゆうりチャンネル。はい。ということでね。ということで、何やってんの。あといきなり服着替えてすみません。もういろんな情報が出過ぎてるよ。あのカラオケが向こうが強くて焦っちゃって汗ダラダラになっちゃったから。これちょっとテンパったよ。それ着替えた。そんなことじゃないよ。俺が言ったのは。いきなり始めすぎじゃない。そうね。めちゃくちゃやらせだと思われるじゃん。しかも強いし。いやいや、俺もあんなと思ってなかった。ロクシタンカフェにあんな歌うまいやついんのと思ったよな。あのカフェの前に下にさ、喋りかけられてるなって。喋りかけられて、俺も写真撮った後、歌うまいとか言って、歌上手ですかとか言ったら、まあシンガーソングライターやってると。なんでそんなこと聞いたの。プロデューサーだと思う。なんか歌上手い人いたら出したいと思ってたんで。あ、そうなんだ。ただ別にどうとか考えてなかったけど。そしたらたまたまシンガーソングライターって言うからって言っちゃうよ。大丈夫かな。映像俺撮れてるから。あんまガチガチしてると思う。そう。いやでもね、ぶっちゃけその蓋を開いてみたらめちゃくちゃ歌が上手かったけどさ、本当に歌が上手くないかもしれない。歌が上手くないとかさ、なんつうの、わかるでしょ。このどうしようっていうことあるし、たまに。だって元太みたいな感じの人がさ、歌うまいって言ってるパターンもあるじゃん。そうだね。そしたら分かる。俺も誘うのどうかなと思ったけど、なんか顔的にうまそうだなっていうので。まあそれはちょっと感じた。ちょっと感じたね。なんか顔うまそうだった。うん、確かに落ち着いてたしね。そうそうそう。
落ち着いてたからさ、本当にやらせみたいだけど、親指だけ見てくれよ。やらせではないのかね。いやでもね、あの本当にね、あの急遽に出てくれたゆうまくん、ありがとうございました。あのなんか形になったしね。しかも俺なんか分かんないけど、あの連絡先も交換せずにバイバイしたから、もう会い方分かんないし。カラーカー一応僕が買ったので、いつかリベンジ待ってますので、ゆうまくん。てかこれさ、今後もさ、やりたいじゃん。確かに確かに、この勢いの感じでいいね。うん、うん、まあだから勢いじゃなきゃできないよね、こんなの。渋谷とかで俺らがいたら話しかけてほしい、上手い人は。ああ確かに、それいいかもね。ああ俺のことぶっ倒せると思った人は分かってほしい。はい、普通だからまあ今日94点だけど。本当？94ぐらい。マジ？やばい。マジだ、ほら。それもう終わる。もうダメだこれ。誰か腹折ってくる。はい。まあね、そんな感じで今日の動画は終わりだと思います。チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さんまた明日。ゆうまくんありがとう。急になんかありがとうございました。なんかちょっと全然追いついてないですなんか急って嫌だね。ちょっと、いや、もうでもいい機会でした。いやでもよかったっす、本当に楽しかった、マジで楽しかった、ありがとうね。ありがとうございます。歌めっちゃ上手だね、本当に。ありがとうございます。何ゆうまくん？木下ゆうまくんです。チャンネル登録お願いします。